Japan seen the rise of mental health issues related to work, especially among young people, which often leads to leaving the company or isolation from society. But some people manage to work and successfully independent. Nana と申します。仕事は動画編集と SNS の運用のお手伝いだったりとかコンサルだったりとかユーデミだったり講座みたいなプラットフォームで私自身もちょっと講座を出させてもらったりとか出張で撮影しに行くっていう、まあ、出張カメラマンとメインはこの3本で、まあ、HSP 気質持ってるので視線とかもなくできるっていうのはすごくいい部分では、まあ、でもなんかイメージ的にはおどおどもじもじしてておとなしい感じなのかなっていうイメージを多分なんか思い描かれがちなのかなっていうのも思ってて、私みたいに比較的堂々と喋れるようなタイプの HSP とかがいた時に全然繊細さんっぽくないじゃんみたいな風に思う人もきっといるだろうなっていう、自分がこう何かミスしていった時、それこそお客様に言われた数と1個違う引き出物を注文していたとかってなった時に、そのことの重大さがすごいじゃないですか。やっぱり一生に一度のことなので絶対に間違えられないっていうことのすごい恐怖っていうのがずっとあって、月に5組前後は担当してるんですよね、結婚式を。こう考えることが常に頭の中を占めてるというか、あれ大丈夫だったっけ、あれはどうだっけみたいなのがもうずっと頭の中にあるような状態で、休みの日もパソコン開いてなんか確認して、じゃあ明日何があるっけとかってずっと考えてみたいな、なんか体調悪いなとか朝すごい気持ち悪いなとか、電車に乗っていてもちょっとこうめまいがしてしまったりとかで、まあ病院に行ってそういう風邪薬みたいにもらったこともあったりして、でもよくならなくて、調べて調べてたどり着いたのが適応障害っていう言葉で、あ、そういうそもそも心の病気っていう可能性もあるのかみたいな、まあ最近はちょっと芸能人の方とかもなられたりして、以前よりはちょっとメジャーにはなってきてますけど、まあ、それこそその自分の苦しみまで分かってくれる人がいるかって言ったらもちろんいないんですよ。当時付き合ってた彼とか友達とかにも元気になって帰ってくるの待ってるよみたいなことを言われると、多分本人たちは本当に心底励ましの気持ちで言ってくれてるんだと思うんですけど、あ、今の元気ない自分は嫌で元気な自分が好きだっただけだったんだとかって思っちゃったりとかっていう、そういう意味での理解されないなっていう気持ちはもちろんありましたけど、なんでこの動画とか系を選んだかっていうところで言うと、辞める前から YouTube をやり始めて、意外と動画ちまちま作ることとかって自分嫌いじゃないかもなっていう感覚が、本当家で一人でスキルだけでやっていける仕事ってそんなに多くはないじゃないですか。ライティングとかプログラミングとか SE とかっていういろんなものと比べた時に、まあその中だったらできそうみたいな感覚があってっていうところなので、自分にこういう能力がすごい秀でてると思っててみたいなのはないかもしれないですね。Masatoshi was working for a media company as a manager before getting diagnosed with depression. His body couldn't make it by the enormous amount of overtime work. Although the government limits the amount, his company kept ignoring the regulation. 日本は法律で規制していってますけど、実際は大きい会社しか守っていないと思うし、今ほとんどの中小企業では長く働くというか、その残業するのが当たり前になってると思う。当時は毎月150時間以上の残業をしてたし、まあみんなやってるから自分もしなきゃっていう感じで、体がこう動かなくなって鬱になるまで、まさか自分のメンタルがここまで悪くなってるとは全然思わなかったんですよね。昔は非正規の方が多かったんですけども、正社員の方の相談が増えてきているっていう印象があります。賃金の条件を下げられた、休業手当が支払われない、あるいはこう生理解雇というようなこう案件ですね。精神的にやっぱりこう傷つくんですよね。法律自体の改正という意味ではかなり良くなったと思うんですけど、もう労働法違反を続けているような、まあ、特に中小企業とかあったりしますので、まあ、そっちが問題だと思いますね。いろんな法律がある中で、まあ、労働法ほどこう守られていない法律はないんじゃないかって言われるぐらい甘いところがありますよね。 You just think that you just have to keep working and working until like your body cannot really handle it anymore, and that leads to carency, I think. Fortunately, his condition was getting better after 2 months absence from work and treatment for the depression. But getting back to the company, everyone looked at him differently.
みんな私を恐れているというか、遠ざかっていくんですよね。そういう風にどんどん職場で孤立していったんですよ。やっぱり自分がこう迷惑をかけているような感じがしたので、最終的には辞めました。私の場合は仕事と人間関係がもう一緒だったというか、仕事がなくなったことによって全ての人間関係が終わってしまったみたいな感じでしたね。やっぱり迷惑をかけたくないっていうのがあって、一人でこう働いて暮らしていくしかないかなっていうふうに思ってます。ただ正直私も自分自身を恥ずかしいものみたいな感じで見ているところはあると思いますね。According to multiple surveys I've checked, more than 70% of the workers find it hard to talk about it to anyone, and they mostly wouldn't seek any treatment, which likely to make their condition even worse. When it comes to the reason for it, seems like many people are afraid of the stigma or judgment, and don't feel like they're gonna be accepted. Experts I talked to said, though mental health issues have been recognized in Japan, having understanding or support from other people still have a ways to go.割と制度自体はいろいろ、ね、整ってきてはいるんですけど、精神的にがね、こう、病になってる人に、どう関わってあげたらいいのか、わからなくて、ちょっと噛み合ってない部分はもしかしたらあるのかなと。正直、個人事業とか、フリーランスで、やりたくてな、やったわけじゃないんですよ。そうならざるを得なかった。心が弱いやつが、なる病気だよねって思われてるのは、すごい嫌です、ね。これ、本当に最終手段なんですけど、フリーランス。もう私おすすめはしてないんです。フリーランスって本当に不安定なので、部屋を借りる時とかはフリーランスってかなり審査が厳しいので、はい、なんかあの子変わってるみたいな、危ないとか近寄っちゃいけないとか、そういう精神病な人たちを冷たい目で見るのをやめてほしい。意外とそんなには違わないと思いますけどね。それで惹かれるんだったら継続して関係を続けていくことって難しいと思うので、全然離れてくれた方が助かりますね。人と仲良くなるのに時間がかかってしまうタイプというか、で結構悩むことは小学校の頃から多くて、で高校の時に悪口みたいないろいろ言われたりとかして、ちょっと人が怖くなってしまったって。友達に相談したことがあるんですよ。そういう相談した時にちょっと心ない言葉が返ってきて、それでちょっと怖くなってしまって人に相談するっていうことっていう感じで溜め込んではいました。私のように診断されてなくても誰しも精神的にこう辛い思いしてるっていうのはあると思うんですよ、ある程度。でもそれは誰も話したくないし助けを求めようともしないですよね。まあ、それでメンタルがこう悪くなって孤立化していく。 The same applies to children, but expert claims neither school or parents are providing them with enough mental support or care. なんかすごくこの心のことを置き去りにしてたと思うんですよ。子供が小さいうちからもう働きに行かないといけない経済的なね、あの日本ってそうじゃないですか。子供が不安なまま、でもお母さん頑張ってるし私が我慢しないとって、なんかそういうのでもうどん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 こう孤立して、子供の中に安心感がもうすごい乏しいまま、本当に私は必要なのかなって考えてしまったり、お医者さんのね知識も借りたりとか、カウンセラーさんの知識も借りたりとかして、こうやっていかないとなかなかね、一人でやる、皆さん一人で頑張ろうとされるんですけど難しいですね。もう手遅れだとか、あの時こうすればよかったのにっていう人を一人でもうなくすためにこうやっているんですけども、社会的にはこう孤立化するような環境がどんどんこう進んでいくような気がするんです。よりこう相談が短くなるようなシステムが必要なのかなと思います。こういう症状が出るよっていうのを家族とか恋人パートナーとかに知っておいてほしいです。この人性格変わったんだじゃなくて、症状として出てるんだみたいな、そこをまずは知ってほしいっていうのは、まあ、やっぱり適応障害ってこうだよねとかまで話せる人っていうのはなかなか身近にはいなくて、まあ、YouTube で話してみたら共感してくれる人がいるんじゃないかなっていうふうに思って、こういうこと悩んでてとかやっぱり質問いただくことが多いので、やっぱり身近な人にあまり理解されないっていう系が多いかなと思ってて、もう結婚しててとか彼氏彼女がいて言うのかどうかみたいなことはすごい相談はいただきます。相談を聞いてるとやっぱり言えずに関係がより悪くなりがちなのかなと思ってて、適応障害とか鬱だからこそ
こうしたくてもこうできないってことってたくさんあるじゃないですか。まあもちろん伝えた時にじゃあさようならって言われる可能性もなくはないんですけど、言って受け入れてくれたら多分その後そういうことがあっても、まあ、比較的理解してくれるというか、言えないままだけどちょっとできないことが増えるとか、だけど毎日暗いとかっていう状況が続くと、何なんだこいつってなって関係が悪化してしまうっていう方が多いのかな。問題を持ってる人っていう風に見られちゃうとすごくしんどかったりする。恋人に心配させちゃってるなって思うと余計自責の念が強くなっちゃったりするので、できるだけ普通に関わるのがいいと思います。普通の人と同じように接してほしいっていう、ね、うんうん、そうですね、そういう感じなんですかね。そう思います。なんか変に大丈夫みたいな感じでされると、うん、なんか気を使わせてしまってるなとか、うん、なんか前の私の方がどうせ好きだったんじゃないかとか思ってしまうので変わらないでいてくれる人の方がありがたいなって思います。私転校してきたので、めっちゃくちゃ人見知りだったんですね。けど第一声が親友になろうだったんですけど、いきなりだったんですよね。こんななんか暗い感じの人になんか話しかけてきて、嬉しいと思って、もうそっからもうずっと、でも普通に何も気にしない、気にしすぎるちゃうと向こうも逆にストレスになっちゃうのかな。なんか普通に今まで通りに接してあげるのがいいのかなみたいな。今友達で今まで別にこう接してて変わらなかったから偏見とかはなかったですけど、実際こう近くにそういう、まあ、会社の人だったりとかいたらちょっと構えちゃいますよね。うん、社会的にはまだなんじゃないかなっていうのは。犯罪者の予備軍であるみたいなカテゴライズされちゃう、会社に入れなくされちゃう可能性もありますからね。日本って大手に振って首にはしてこないけど、孤立させられたりとか、こうパワハラをされたりとか、居場所をどんどん奪われていく。自分の彼氏とか仲いい友達には言えると思いますか？いや、正直言いづらいです。やっぱちょっとどこか腫れ物というかはちょっとあるのかなって思いますね。できれば結婚とかしたいんですけど、そういうのって私もできないんじゃないかな。相手に迷惑かかっちゃうし、なんかみんな苦しい思いをする。多分まあ世の中の女性って早く結婚したいって思う方の方が比較的多いイメージがあると思うんですけど、私はそんなことはなくて、したとしても子供を作るかどうかはちょっとわからないな。自分がすごく心が安定してるタイプじゃないっていうこともわかってるので、そういう状態で子供を持つことによって辛い気持ちを与えてしまって、結局こう生きづらい人をまた一人増やしてしまうんじゃないかみたいな気持ちもやっぱりどこかに。心が比較的安定してて器の大きい人の方が親っていうものをやるときに向いてるんじゃないかな。自分がまだそうなれる自信はないというかっていうのはありますね。